はい、稲妻イレブン続きやっていきますってことで、チームのメンバーだいぶ新しくモブキャラ結構入れました。まあモブキャラって言ってもあれだよね、このイノシシだったりゴリラだったり乗せ中のやつらも、まあ、加えてっていう感じで、まあ、能力普通に高かったんで入れてみました。で、あとはベンチっていうかストックっていうところに、まあ、クリマツとかマックスとか、まあ、ちょっともう使えないかなっていう、まあ、使えないことはないけど、影の陣ももう、あれか、入れ替えるか。なるべくなんか、なんていうの？こっちの、モブキャラを使ってみたいっていうのがあるんで、もうドモンもどうだ？ハンダどうしようか。ハンダ結構好きなんだけどな。まあでもこれでいくともうドモンじゃない。ドモン外すよ。うん。はい。じゃあもうこれでいっちゃおうか。練習が終わったら昨日に話しかけよう。しっかり、じゃあまず回復して。はい。で、練習は終わり。本当に大丈夫なんでしょうね。どんな試合も完璧に勝利する。明日の試合ももちろんそうするのよ。ああ、見たろ。俺たちは絶対勝つ。お前の期待に応えてみせるさ。誰が期待なんか無駄口を叩くという暇があったらさっさと体を休めたらどうなの。ありがとうな、夏美。明日の試合楽しみにしてくれ。そうだよ、いろいろありがとう、夏美さん。ふん、それじゃまた明日ね。めちゃくちゃなツンデレやん。よし、それじゃあ明日に備えて今日はもう帰ろう。おう。いよいよ今日は御影戦のとの試合の日だ。準備が終わったら会場出発するぞ。駅に行こう。オッケー。じゃあ駅に行っちゃいますよっと。そうか。なんかルーラーとか使えないんだよな。ちゃんとこの学校の外に出ないと動けないっていう。まあまあいいでしょう。全体マップ移動して駅前行って、はい、この辺もなんか変わってんのかな、ストーリー進んでいくと。まあいいや。見かけ戦の絵の切符を買う。いつもアウェイじゃねえかよ。なあ。たまにはホームでやらせてくれよ。ん？来た。見かけ戦の。ただちょっとモブキャラ入れすぎて勝てるかどうかわかんないっていう。目標確認した。試合を開始する。こいつらやっぱり様子がおかしいぞ。これが洗脳の効き目ってわけか。その実力確かめてやるぜ。俺たちの稲妻1号でな。行けお前たち。この試合が洗脳実験の仕上げとなるのだ。これあれか、遠藤が稲妻1号を撃つためにあれよね、フォーメーション変えたったらなかんよね。絶対遠藤を上げる必要があるってなると、ちょっとこれは、あ、懐かしいな、このたけしってやつ。たけしって名前だったっけ。見かけ洗脳のキーパー欲しいな。ちょっとまあ集中していこう。大丈夫。よし、ここで奪ったらでかいよ。ナイス、染めようか。いや、これもいきなり行こうぜ。取れる時に1点を取っておく。ドラゴントルネード。いけるだろ。さすがに。ロケット拳。こんなのは、大丈夫なはず。よし、まずは先制点。素晴らしい。よしよしよし。多分ストックのやつらって、
経験値入、いやでも入るか、確かなんか入った気がすんな。まあいいや、それならそれで。ただこういうやつらは弱いからスーパースキャン大丈夫。うわおかしい、こいつら技を使っても全然疲れてないぞ。今 TP 減らんかったもんな、これやばいな。スーパースキャン使ってるな。まあこれじゃあ意味ねえな。うん、これ多分失点するわ。いやこれ、いやでもこれもったいないからパンチングでいいわ。ダイナマイトシュート、これ減る？減らないもんね。オッケーオッケーオッケー、まあそれならそれでいいわ。もう一旦ここは失点する。よし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 、オッケー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 。くっそ油断した。大丈夫大丈夫、まあゴッドハンド使ってもよかったっちゃよかったけど、いいよ。え、オフサイ？あ、外出たのね。ここでゴリラがスーパーアルマジロを使う。いや使わなくていいか、まだ使わなくていい。ナイスゴリラ、しかも素晴らしいパス。稲妻落としいくぞ。株山、これ2点目入るんじゃない？いや、シュートポケットだ。よし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 。でも TP 減ってねえんだよな、向こう。よしよし、油断したか。いや、ゴリラが使える、結構。いいプレイしてたもん。いやもうこいつがさ、ここしっかりボール取りたい。どうだ、ナイス。いいよいいよ、ファールでいいファールでいい。これ失点したくないね。オッケー、出た出た出た、よしよしよし。まあここ一旦パスして、いや壁山何しとん、これ技使ってくるよな。しょうがねえ、ここはゴッタンドで止めよう。いやファイヤートルネード出すとしても止めれるでしょう、さすがに大丈夫だと思ってる。素晴らしい、よしよしよし。ここあゴリラか、ゴリラか。まあでも26でしょ、スーパーアルマジロ使うわ。ちょっとここ確実にいく。いやゴリラめっちゃ強いんだけど。風丸から、いやこれオフサイか。オッケー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 。まあでも前半はしっかり、ナイスナイスナイス、もうこれは前半終了ね。いやでもいい感じじゃん、この調子で最後まで行こう。てめえあまり調子に乗んなよ、ここまでだけにするな。さあ後半から何かしてくるのか。ここボール奪いたいね。ナイス、やるじゃん。いやーそこボール取られちゃうか。おいおいおい、ナイス、めっちゃナイスだ今の。右サイド来た、ゴーエンジのダイレクト稲妻落とし来た。今めっちゃいいプレッシャー。
ボールカットしてからカウンターで一気に相手と触れずにこのロケット拳させると、よしよしよし、あとなるべくシュート打たせないようにボールキープしたいね。ゴリラ頑張れ、ゴリラナイス。これどう、バーニングだと半分消費 TP からの稲妻落とし。よい、稲妻1号使わずに勝てるぞ、これいけるぜ。はい、余裕じゃねえか。相手 TP 消費しないのずるくね、ずっとせめて後半から下がるようにしろよ、消費するように。来た、スピニングカットいきます、負けますダメか、スーパースキャンにはかなわんか。いや、ここボール奪いたいな。ナイス、だけどここはファールもらっていく。ここはさすがに、いや回された。壁山これ追いつくか、スーパースキャン使ってくる。いや、キーパーもう一人欲しいな。いやー、これゴッドハンド使うわ、サイコショット。おー、手使ってるバーニングフェーズ終了、ゴッドハンドで、あー、これ2倍になるんだ、バーニングフェーズで。あ、じゃあバーニングフェーズ終わったから2倍になるんだ。あ、でももう試合終了。はい。余裕で勝利。ありがとう。お前たちのおかげでサッカーの楽しさを思い出した気がする。どうやら完全に洗脳が解けたみたいだな。俺たちがおかしなことになったのは帝国との試合をしてからだ。あいつらとの練習試合の後、富山監督がやってきて俺たちは。なんだってどういうことなんだ。くそ。帝国学園万歳。あ、逃げたぞ。どういうことだ、この洗脳にも帝国の奴らが絡んでいたというのか。帝国学園狙い、奴らの狙いは一体何なんだ。よし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 。これ、イリキのレベルめっちゃ上がるんじゃない?そうよね。ああ、いい、素晴らしい。イリキがキラースライド、倉橋ダッシュアクセル、塚崎スピニングカット、ゴーエンジヒートタックル。風丸クイックドロー。いいね。よしよしよし。やりましたよ、夏美さん。次はいよいよ準決勝ですよ。ほんと、今回勝ってたのは夏美さんのおかげだよ。ふん。準決勝とはいえ、これはまだフットボールフロンティアの地区大会に過ぎないわ。あの人たちにはまだまだ頑張ってもらわなくちゃね。へえ、すごいやる気なんですね。私、夏美さんのことを誤解していたみたいです。実は私もちょっと怖い人なのかなって。うるさいよね、あの人たちが頼りないから仕方なくやってるだけよ。じゃあ部室行こうよ、夏美さん。なんで私そんなこと。いいからいいから行きましょう。どんどん生徒会長使ってけ。夏美さんったらあんなにサッカー部のことを考えてくれたなんて。私も頑張ってもっと情報集めなくちゃ。あ、起動からか。知らない番号だ。どうしよう。もしもし、誰?え、あなたは?嘘でしょ?でもどうして6年も連絡なかったのに、どうして急に電話を?あの時似てると思ったけど、やっぱりそうだったのね。どうして今まで連絡くれなかったの?今そんなこと言われても信用できるわけないでしょ。今更言って何だって言うのよ。あの時私たち捨てたくせに。何が家族よ。嘘つき。ああ、起動と音なしってそんな感じだったっけ?セーブします。
そして第5章に入っていくと。第5章、メイド喫茶にご用心？なんかいきなりしょうもないタイトルになってきたけど、いよいよ明日は準決勝だ。みんな今日もはっきり張り切って練習しようぜ。もう栗松お前クビだぞ、そろそろ。てかもうクビだぞ。でもキャプテン、次の相手はオカルト中っすよ。一回やっつけた相手っすよ。そんなに張り切らなくてもいいんじゃないですかね。またオカルト？いや、オカルト中のトーナメント2回戦の結果次第なんだけど。でもあいつらとはもう地区大会でもう一度バトルするって約束したんだ。きっともっと強くない？あー、でも、じゃあ違うってことか。大丈夫っすよ、キャプテン。俺たちだってかなりパワーアップしてるっす。オカルト中のゴーストロックなんかじゃ、もう俺たちの勢いは止められないっすよ。アエンド君、やっぱりここにいたんだ。あのね、冬海先生が急いで部室に来なさいって。なんだか顔色真っ青でちょっと変な感じ。冬海が変なのは今に始まったことじゃないでやんすかね。さあ、部室に行ってみますか。はい。人脈ルートロック解除。なんで栗松がいるんだよ。帰れねえのか。え、じゃあそれによってさ、うわ。あ？そうだよね、こいつとか。くっそ、てか栗松だけか。今はじゃあ栗松を出してやるしかねえのか。じゃあ物質行きます。さあ物質に何があるって言うんだ、教えてくれ。お、ゴーエンジもいるじゃん。あ、遠藤くん遅いじゃないですか。さあこれ見てください。なんだ、なになに、収容メイト。あー、メイトか、メイドね。だからオカルト中0対10で。オカルト負けたって？あ、オカルトが相手なら勝てると思っていたのに。理事長にも絶対勝ってみせますと約束してしまいましたよ。みんな大口叩いておいて、無様に負けたりしたら私の立場が。あいつらが完敗するなんて、収容メイトってそんな強いのか。うん、それが、出場チームの中でも一番弱いって言われている。だから、準決勝の相手はオカルト中だと思っていたのにね。そうだ、ゴエンジ君、収容メイトのこと何か知らない？いや、そんな名前俺も聞いたことないぜ。ゴエンジも知らないのか、一体どんな奴らなのか調べてみる必要がある。そういうことなら遠藤先輩、いいものがあります。はい。それは、メイド喫茶のチケット。キャプテン知らないでやんすか？可愛い女の子が可愛い格好をしてむ。私たち新聞部のプロフェッショナルな調査によりますとですね、このメイド喫茶で収容メイトの生徒が非常によく目撃されるらしいんです。メイド喫茶に行けば彼らのことが何かわかるんじゃないでしょうか。俺絶対行くねえな。お前はクビだって。私も行く。いいよね、遠藤くん。いやいや、それは構わないけど、木野先輩ダメですよ。まだ洗濯とか掃除とかお仕事いっぱい残ってんですから。そうだよね、本当に行くの、遠藤くん。そうだな、まあ何かわかるかもしれないし行ってみるかな。くだらね、俺は降りさせてもらうぜ。後悔しても知らないでやんすよ。では行ってらっしゃい。感想教えてくださいね。商店街のメイド喫茶行こう。了解。で、栗、あー松、はい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 。じゃあゴリラ入れたろ。ゴリラ普通にめっちゃ強かったよな。だったら、お、友情ポイントもいっぱい集まったな。ちょっとこれは人脈で探したろうか。あ、ここまでいけるもんね。七星テント、ゴールキーパー、キーパー一人欲しいよな。まあでもあれか、あいつでいいんじゃない？引き抜きで、見かけ戦のキーパー。それ欲しいな。よし。もう一人でもキーパーいてもいいか。
ていうか、イノシシってキーパーじゃなかったっけ？違ったっけ？こいつは、新潟コシミツ。こいつもキーパーだ。あー、TP いっぱいあんな。新潟。こいつでもいいな。あとは、キーパー、あ、こいつもキーパーだ。イカシラシンジ。風林火山のあれで行くと、山は多分林に弱いよね。ってことは林に強い火のキーパーのがいいのか。多分そうだよね。山のキーパーだから。ね、火のキーパーが一番いいんだ。火のキーパーって、てかそもそもキーパーがいないのか。あ、ゴーエンジが今降りてんのね。はいはいはい。そうだよね。こいつキーパーだもんな。ていうか、技ってどこで見れる？あれか。違う。ここで見るしかねえのか。そうなんだよな。クリマツもシュート覚えてんだよね。で、ゴリラがターザンキックとスーパーアルマジロでしょ？強くね？で、壁山がザウォール。ローリングキック。あ、イノシシがちゃんとキーパー技覚えてるわ。これいいじゃん。てか、普通にイノシシ。そうだね。遠藤と変わるやつでいいな。で、塗り壁が玉乗りピエロ。お、塚崎スピニングカットローリングキック。いいじゃん。かなが何も覚えてねえのかい。近藤勲四股踏み。イリキがキラースライド。倉橋ダッシュアクセル。うん。あ、そう、こいつも強いんだよな。音量呪い、いいじゃん。TP もまあまああるし。オッケーオッケー。まあちょっと今試合にはならないから、適当に進めていこうか。なんでメイド喫茶に行きます。その前にスカウトしとこうか。こいつ、あ、こいつまでいけねえのか。レベル18いるんだ。ディフェンダー、あ、高杉慎太郎、こいつどう？正門近くにいる。高杉慎太郎というディフェンダーを、どこにいるかな？こいつかな？来た。お、俺と勝負して。よしよしよし。はい、素晴らしい。どうだ？いいんじゃない？で、高杉が仲間になったと。はい、じゃあここに入れちゃおうか。よし、じゃあメイド喫茶行きます。商店街のあそこか。
ガード練習がそこでできるんだよね。あれ閉まってんのかな。ああこのお店ね、町内会長のサリーさんの命令で営業停止になっている。そんなここまで来たのにそれはないでやんすよ。キャー話してください。ん？そんな釣れない奴らと一緒に、うん、釣れないこと言っちゃいや。ねえ、一生の願い僕を見捨てないでよ。やめろ、困ってるじゃないか。おーおーおお。大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。あの人しつこくておかげで助かりました。あの、よろしければお名前教えていただけませんか？はいはいはい、俺ライモン中サッカー部のクリマスデッペリアンス。ご主人様って呼んでほしいでやんすよ。ライモン中ですね。失礼しました。え？やばい中学校だと思われてんじゃん。君たち5階では僕の話聞いてちょうだいよ。え、このメイド喫茶の店長さんだったんですか？そうなんだよ、僕、マニアサイト。このメイド喫茶、ライアットカフェの店長さん。今のメイドさん、うちの店員ではない、店員なんだけど、辞めたいって言うから、ああ、引き止めていた。どうしてお店が営業停止になっちゃったんですか？町内会長のサリーさんによく思われてないんで、営業させてくれるようにお願いしたんだけど、サリーさんが怖くって。あの冷たい目で睨まれたら僕も、サリーさん頼んできてもらえないかな。まあまあ行ってみるか。居酒屋金閣寺、ちょっと左にある細い道を奥に行ったところにある。いやいや、変な頼まれ事しちまったけど。居酒屋金閣寺、居酒屋。今自分は大人の世界の扉を開けようとしてるんですね。興奮でやんす。でも電気がついてないぞ。まだ昼間だしお店やってないんじゃないのか。ここも閉まってるでやんすか。なら聞いてみようぜ。すいません、どなたかいませんか。キャプテン、まだ心の準備が。ん？おぉ、サリーいるじゃん。なーに、お店の前でギャギャうるさいわね。おぉ、美人でやんす。あら、ずいぶん可愛いお客さんね。ここは僕たちのような子供が来る場所じゃないわよ。さあ、帰りな。子供たちが学校の帰りに寄ってみたいだろって文句が出たのだから、あのメイド喫茶は営業停止にしたんだけどね。そうだったんですか。そりゃそうでやんすよ。自分だって行けるもんなら学校サボってでも通いたいぐらいでやんすし、僕たちのような子供に頼むあの男の根性が気に入らないけどいいわ。コンサルに頼み事をする。その度胸に免じてチャンスをあげる。ほう、一番街の空き地にいらっしゃい。準備一体何のことだろう。はあ、サリーさん、キャプテン、何でもいいから早いとこは空き地に行くでやんす。あんまりサリーさんをお待たせしちゃダメでやんすよ。はい、裏路地からの空き地、結構細かくマップ作られてるね。お、サッカー場だ。サリーさん、その格好は。驚いた。私たちは一番街サリーズ、一番街の町内会で結成しているサッカーチーム。おー、勝てたらメイド喫茶の営業。なるほど。豪炎寺なしね。そう来なくちゃ。オッケーオッケーオッケー。了解です。じゃあしっかりゴリラが活躍するんじゃないかな。まあ、豪炎寺の代わりとまではいかないかもしれんけど。ほら、栗松、気を抜くな、みんな行くぞ。よし、ここはドラゴンクラッシュで決めるでしょう。まあ、ゴーエンジがいないときは、染岡がエースだな。突破する。素晴らしい。よしよしよし。神奈川打てるか。あ、ループシュートなっちゃった。え？いった。神奈川やる。これはグレネードショットでしょう。どうだ？決まるか。タフネスブロックで止められちゃうか。よし、突破した。
よしよしよし、フォワードエンド来た。そしていや、タフネスがもう一回あるからグレネードでいいわ。グレネードショットしっかり決める。あ、タフネスしてこなかった。よしよしよし、この調子でいくぞ。まあもういいでしょう。はい、試合終了。よっしゃ、俺たちライモンの勝利だ。いやだ、負けちゃったわ。僕たち強いわね。さあ、じゃあこれで、え、経験値結構厚い。いいね。ゴリラがゴリム中、塗り壁ゴリム中ええやん。やっぱり俺たちはパワーアップしてるっす。ライモンサッカー部にかかれば収容メイトだって楽勝っすよ。ライモン、お前さんたちはライモンの生徒なんかへ。そうですけど。なるほど、そういうわけじゃ。さすが伝説の稲妻イレブンの後輩ちゃうの。え、稲妻イレブン知ってんすか。もちろんじゃよ。40年前の稲妻町を知るもので、伝説の稲妻イレブンの名前を聞いたことがない者はおらんじゃろうて。彼らのサッカーはそれはそれは強くての、わしも憧れたものじゃ。フルカブさんも言ってたっつが、稲妻イレブンってそんなにすごかったんすね。なあ、エンド、ちょっと気になったが、稲妻イレブンのってライモン中の生徒だったんだろ。だったらもしかしてまだこの稲妻町に住んでんじゃないか。その通りだよ。だとしたら俺会ってみたい、伝説の稲妻イレブンに。おじいさん、その人たちが今どこにいるか知りませんか。さあ、彼らがサッカーする姿は、ある日を境にばったりと、ぱったりと見なくなった。ほう。なんせ40年も経っておるし、たとえ今会ったとしても、わかるかどうか。まあ、だからこそ伝説と呼ばれておるんじゃがな。そうですか、やはりそう簡単にはいかないのかな。でもキャプテン、探し出してどうするっすか。戦ってみたいんだ、じいちゃんが作り上げた稲妻イレブンと。いや、40年経っておじいちゃんたちでしょ。そうか、お前さんは、遠藤大輔の孫なのかい。なるほどの、言われてみればよく見とるわい。サッカーをやっとる時の真剣な眼差しなんてそっくりじゃわい。でもどうして母ちゃんは稲妻イレブンのことを教えてくれなかったんだろう。じいちゃんのことなんだから絶対知ってるはずなのに。前は聞きそびれちゃったけど、母ちゃんに聞いてみようかな。はいはいはい、ここで考えてもしょうがないでやすよ。それより今は収容メイトの秘密を探るのが先でやんす。お前、メイド喫茶に行きたいだけだろ。このサリーに二言はないわ。メイド喫茶の営業は OK してあげる。ありがとうございます。やったでやんす。早速メイド喫茶まで報告に行くでやんすよ。大人になったら今度はうちの店にいらっしゃいな。待っておられよ僕。オッケーオッケーオッケー、報告しに行くところで、じゃあまた次回にしよっかな。はい、じゃあまた次回です。お疲れ様でした。さよなら。